い、こんばんは。あと今日もやっていきましょうか、練習。雨が降ってるんでね、だいぶ音がうるさいですね。あっちから来ますね。いなくなりました。ショットガンですか。今日も国内ですね。ああ、うまいっすね、ショットガン。じゃ初戦なんでね、まだちょっと集中できないです。2-2-2。でもどんどんあれです。知らないといけません。これ一応国内なんですけどね。いつの間に。うわぁ、いつの間にそんなところに。なんですか、ほんとちょっと今動きがやばいですね。ちょっと一戦目はあのケツの位置が定まらないんですよね。まずはそこからですよ。そうしないとどうしようもないですよね。あ、危なかった。もう一人いますよ。よいしょ、ちょっともう一回ケツの位置を定めましょう。よいしょ。ああ、今向こう行きましたね、一人。うまい。うまい。ピカチュウもちょっと雨の音がうるさすぎて、何の音、何の武器使ってるのか分かんないですね。うますぎですね。13キロ3ですって。ちょっときついですね、本当に。
マジか。すごい。あ、画面の左端が切れてる。マジか。ちょっと待ってくださいね。今どうしようも。まあ、とりあえずもう、とりあえず今回は1戦目なんで、まずはケツの位置を定めるところから始めましょう。そうしないと方向転換できない。このもうちょっと後ろですかね。なんかちょっと違うんですよね。パッとしないですね、このケツの位置。本当会長は名前間違えてますよ。どこだどこだ、とりあえず逃げろ。あ、とりあえず終わりましたね。まあ、1戦目はアーデルさんのおかげで勝てましたけど。おめでとう、女王陛下の帰還に新たな勝利が加わったわ。おい、弱い者いじめ。まあ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 、レベル1段高いのにこんな死んじゃってすいません。まあとりあえず1戦目お疲れだな。あれ切れない。あれ、あ、そっか、あ、すいません。